石垣牛のステーキ。今日は皆さんに伝えなければいけないことがあります。仕事辞めてきました。無職ということで、ライブのコメントとか、あとはメッセージとかでも、一体どういう仕事をしてるんですかっていうコメントとかいただいたんですよ。その度人を笑わせるのが仕事ですみたいな感じではぐらかしてたわけですよ。で、なんでそうしてたかっていうと、やっぱり YouTube っていうのは俺個人で完結するけど、職場っていうのは俺以外の人類がたくさんいるわけですよ。ということで、どういう仕事をしてるって言われて、その職場に迷惑かかるのもマジで良くないと思ったので、まあ、本当に言えなかったんですけど、まあ、そろそろ動画のネタも尽きたということで、ああ言っちゃまあ動画のネタにできればなと思って、どういう仕事をしてきたのかっていうのと、あとは今後の目標とかですね、お前無職になってどうすんねんって話なんですけど、それをどういったことをするかっていう今後の展望ですね、この2点を話しながら食べていきたいと思います。で、今日何を食べるかと言いますと、もう早速一つ目言いましょうね。私が今までどうやって YouTube 以外で仕事をしてきたかと言いますと、2つあります。そのうちの1つが焼肉店のアルバイトをさせていただいておりました。つまり私は上戸彩亜種なんですよね。違うかやっぱ元焼肉屋さん店員といえば元プロ筋だからですよね。元プロ筋だから今日は焼肉を食べようじゃないかという企画でございまして、ヤシがワッタヤに、でも俺のお家に焼肉の設備はないわけですよ。なのでちょっと今から材料調達をさせていただきたいと思います。用意するものは2つ、肉とコンロ。ということで買いに行きましょう。よし、ここで終わったから、まあ、今日撮ってるとして、あーまだカメラ回ってた。今ねカインズ来てるんだけど、どっちがいいかわからなくて。はい、こちらこそありがとうございます。網焼きのプレートと焼肉プレートどっちがいいのか分からなくて、ちょっとこれで一生悩んでるんですよね。まあ、こっち来てまだ2分ぐらいしか経ってないんですけど、どれにしようかな、神様の言う通りにしようね。 OK、 すいません、お願いします。はい、あ、持ってないです。楽天ペイでお願いします。到着しました。こんな感じでハートライフ病院があって、こんな感じで駐車場があります。ああ私のベンツが映ってる。お、一応こんな感じ、すごくない？めっちゃ品揃えあるわけさ。これビヨーンってジェルマ W6 のクローン製造機みたいな感じでビシッて並んでるんだけど、こんな感じでね、馬肉ユッケとか死にいっぱいあるわけさ。もうよくわからんけど、とりあえずいっぱいあるってのはもう教えたい。一応向かいにはファミマがある。ああマジで、タッチ決済も使えるんだ。いや、これはマジで便利、近未来最高。せっかくだからこちら黒毛和牛が食べたくて選ばれたのはこちらですね、石垣牛の肩肉、これ食べたい。買う、まあ、これだろ。せせり 250g で380円だったら、まあ上等安さ。これいいんじゃないか。1頭からわずかしか取れない牛ミスジ、よいしょ。こんな感じでゲットできたんだけど、めっちゃこの馬肉ユッケがね気になってるんだけど、ちょっと今日我慢してまた今度食べます。ちなみに、こちらの自販機は肉の専門店松堂さんかな。詳しい所在地は知らんけど、住所は知らんけど、まあハートライフ病院っていう沖縄の病院があるところです。来てね。で、話を現代に戻ってくると、デン、買ってきました。焼肉のタレ、違います。こんな感じでね、コンロの上にこうやってセッティングして、あとはジュー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 焼いていくわけですよね。来たね。そして今回の食材たちですね、じゃーん、買ってきました。今日の肉のラインナップは、まずはこちらドメインでございます、石垣牛のステーキ。来た、めっちゃこれうまそうじゃない。めちゃくちゃせいやさんと粗品さん、あ、違う違う、めっちゃ霜降ってからさ、死にうまそうだったから、もう今日奮発して買わせていただきました。で、こちらですね、よくわからない部位の第一歩でございます、ミスジ。いやー、ガストでしか見たことない単語。で、あとはこちらですね、皆さん大好き、鶏せせり肉でございます。こちら用意できました、肉でございます。こちらまずドセンターにいるのが石垣牛ステーキでございます。そして焼肉用のミスジときて、鶏のせせりでございます。うわ最高。誰も俺を邪魔できねえぜ。
ちょっとこれ水入れんといけんって。そうそうそう、焼肉屋さん用語で釜水って言うんですよね。失礼いたします。網の交換させていただきます。よっしゃー。で皆さんトランキーロトランキーロ、あーせんなよ。いつもの通り炊きたてヤイビーンどうも準備しております。最高、もう今日勝ちやすさ。そうそう、お肉の松戸さんかな。本当は石垣牛の焼肉用の肉が買いたかったわけさ。でもちょっとなんかのトラブルでちょっと商品詰まりとか、あと在庫が足りなかったのかは分かんないけど出てこなかったわけさ。でも電話したら担当した人が、あー申し訳ございません、すぐにお持ちいたしますって言って、で俺の指定した場所にわざわざ届けてきてくれたわけさ。めっちゃ丁寧だった、本当に。これで肉もうまかったらマジで最高じゃない。でその時にね、実は私こういう感じで YouTube 活動させていただいているんですけど、今回の動画のコンセプト的に仕事辞めてニートになったんです。違う、焼肉を食べるっていう企画をしようと思ってまして、もしよろしければそちらの会社さんの名前とか短期の実際の動画とか写真とかを紹介させていただくことって可能ですかって言ったら、いやもうぜひよろしくお願いしますって言ってくれたわけさ。いやー嬉しいな、リンゴ。こちらこそネタの提供ありがとうございますですよ、本当に。じゃあ最高すぎんで一応今日この場を借りて、まあ、もしね焼肉屋のバイト先のスタッフさんとか社員さんとかもし見てくれてるんだったら、もう本当に1年と2ヶ月でしたけど、いろんなことを教えてくれて、あのもうこんな童貞に話しかけてくれて、自分苗字イジュって言うんだけど、まあ店ではイジュさんイジュさんって言われてて、アイジュさんって言って YouTube 見ましたよみたいな感じで言ってくれる人もいるわけさ。で自分のこと YouTube やってるって知らない人でも、あのもう気さくに話しかけてくれたりしてくれて、もう本当に助かりました。皆さん本当にありがとうございました。まあ今後もね、懐事情が寂しくなったらまた戻ってくる可能性もございますが、その月はゆたしくうにげさくらということでですね、一応そこも大事なんだけど、もう一つはちょっとだけテクニカルな話になるんですけど、この焼肉屋さんと並行してて、もう一つずっと焼肉屋さんの前からやってた仕事があって、それこそ YouTube 始める前からそこの職場ではお世話になってたんだけど、でその職場っていうのが自分の弟がやってるところだわけさ。まあ、建築関係のガラス屋さんの個人事業主として、まあ、自営業としてお店を持ってたわけさ。でそこで俺は2人で一緒に働かせてもらってたわけさ。で結論から言うと、そちらの職場は今はあまり動いてない状態です。つまり2人でやってきたんだけど、俺が仕事辞めたことで音一人になるわけさ。で実質音も一人で動くのは今はきつい状態だから、で実質動いてないわけさ。これに関してちょっと重めな話になることもあるので、ちょっと今は焼肉でライトにしてきていいですか。この肉死ぬほど重そうだけどなのでもし話が聞きたいっていう人、重めな話が大好きっていう方にはですね、下記の時間までスキップしてもらえると、はい、その時間までは焼肉を堪能するお時間ですのでそこまでスキップしていただけるとありがたいです。ということでいきましょう。いただきます。チャッカメン。じゃあまず早速いきます。せせりからいきたいと思います。 What is せせり？せせりって何の肉？じゃあミスジなんかもいっちゃってね。ミスジもいくよ。最高、エバラうまい焼肉やさ、うん、yes。 まずはミスジから、はあ、タレにジャブジャブっとね。うわストレートライジングサンしちゃってねエグザイルオーシット。いきます。いただきます。うんおいしい、最高、最高すぎて最高記念室売ってるかと思ったよ。うんうんうん、うまい。カンピロバスター、カンピロバスター。やっぱね、焼肉のタレはマジでうまい、本当に。うまい。やっぱ鶏とか豚とかそういう塩物系は柚子胡椒が合うって習ったわけさ。柚子胡椒ちょーんとつけてね、これがうまいんだ。
プリップリ。一応朝9時ぐらいプリップリ。手すりってどこ？あ、これ。どんどん焼いていこう、どんどん焼いていこう。じゃーん、こんな感じでサンチュも用意しました。ミスジ焼きやすい。わー、最高なんだけど、マジでえぐい。これ使いいんじゃない、半生。うわー、いい。こちらですね、はい、レモンダレですね、こちら。うわー、レモンダレも注文めっちゃいただいた。すげえ、もうジャブってね、浸して。いただきます。次はやっぱ焼肉屋さんといえばコチュジャンですね。コチュジャンをピシャッ。うわー、絶対うまい。でオンザライジング、うわもうやばいんですけど、やばい。うんうん、うまい。うわー、やばいね、せせりが暴れてるよ。どれぐらいだろう、せせりちょっと怖いな。焼肉のタレに続いていきましょうか。こちら実はみすじにわさびなんて、わさびなんてどうでしょうか。うわー、やばいやばい。ちょっと焼肉のタレつけちゃってね。大贅沢。いきまーす。うまい。あー、おいしい。ニンニクなんていっちゃおうかな。やっぱ焼肉にはニンニクうまいよ。じゃあサンチュなんてどうでしょうか。豆板醤で締めくくると、油味噌なんていかがでしょうか。やったことないから分からんけど、最高。うまい。岩塩がなんだかんだ言っていっちゃうまい。お客さんでタレに生のお肉を浸して焼いて、その後にまたタレをつけるっていう、タレを2種類使うお客さんいたわけさ。あ、これいいな、死に腹減ったって思いながら働いてましたね。で帰ってから撮影すると。うん、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 あ、待って、めっちゃいいやんべーなってる。ということでハイサイ緑茶。一応本題に入ろうと思うんですけど、実は俺は焼肉屋さんのバイトと、もう一つで窓ガラスの修理屋さんの仕事を掛け持ちしてたわけですよ。で一時期 YouTube やって、ガラス屋さんの仕事やって、焼肉屋さんのバイトを3つやってたわけですよね。でもともと順番的に言ったら、ガラス屋さんの仕事をやってる時に YouTube を始めて、でその次に焼肉屋さんをやったっていう時系列だったんですよ。で遡ること36年前、私24歳なんですけど、高校卒業して内地の会社に行ったわけですよ。でそこでもう沖縄帰りたいと思って沖縄帰ってきたわけですよね。で沖縄帰っても何の仕事やればいいのか分かんないってなって、で一応親に相談したら、じゃあガラス屋やってみたらみたいな感じでアドバイスいただけたので、弟は別のガラス屋さんの職場で働かせていただいてて、でそこでかれこれ大体 2,3 年ぐらい働いて、3年もいないかな、2年ぐらいかな、2年ぐらい働いて、でそっから
弟と働いたってわけですよね。でそこで別に働いたんだったら弟の元でじゃあ一緒に働く、それで終わりなんですけど、そこで俺は元々あった工場じゃなくて新しく建てるっていう話になったんですよ。俺が流れ的に継ぐみたいな感じになっちゃって、弟の職場をで、そこで継ぐみたいな感じで、あだったら新しい工場を建てようかみたいになって、で正直もうその時から継ぐ気はなかったじゃなかったんですよ、まあ、今の生活みたいな感じでちょっとなんか一人で YouTube とか SNS 活動とか、まあ、そういうなんか自分の商売をしたかったわけですよね。でそのやりたくて弟と2人で一緒にやってたわけですよ、ね、会社になると結構融通聞きにくいじゃないですか。でも弟2人だったら結構そういう話とかもできるからちょっと理解してくれるかなと思って弟2人でやってたわけですよね。でその中で工場を建てるのって結構お金がかかるんですよ、まあ、みんながイメージする工場じゃなくてもこじんまりとした工場なんですけど、それでも普通には行くんですよ。だからそれを、まあ、一応自分も出資はしましたよ、もちろんあの初期費用として。でも名義的には弟になるじゃないですか。でも工場も建てて物も建てて、まあ、一応ここは詳しくは言えないですけど、もうローンは終わってるんですよ。もうそれでも弟に払わせた上で自分は一人で、まあ、こうやって今現状としては YouTube を一人でやってるわけじゃないですか、まあ、実質言うとこの表現合ってるか分からんけど、親のすねかじりもいいとこっすよね、マジで。いやもうすねかじってるどころか骨えぐってるぐらいまで行ってるんですよ。それぐらい肌から見たらもう本当にそれぐらいひどいことをしてると思うんですよね。最初は結構まあ衝突もありましたよ。実は俺 YouTube やってて、実はもう YouTube 一本でやろうと思ってるんだみたいな感じになってて、それを弟に言ったら、いや工場建てたのに2人でやるんじゃなかったのみたいな感じで、も一応話はなるさそりゃ。で一応その話にもなって、でも今は少しずつ理解もしてもらって、毎月こういう収益上げてるから一応一人では食べていけてるよ今のところはっていう話もあったら随時させてもらってて、で一応今は少しずつ元の親子関係に慣れてるのかなと思います。ちょっと重めな話になっちゃいましたね、はい。なんですけど、まあ、現状としてはもう今は YouTube 一本で生活させていただいております。もちろんね YouTube ってびっくりするぐらい不安定です。特に広告収入だけで生計を立ててる俺にとっては、平気で先月が100円だったのが50円になったり200円になったりって、もうそれぐらいめっちゃもう変動するんですよ。でその中でね、まあ、自分なりにね考えたものが全然受けなかったりとか、将来の不安とかはもうずっと付きまとってくるわけですよ。でもそれでも自分が選んだ道だったら男は黙って進めいやっていうね感じでやらせていただいているので、まあ、とりあえず現状としては私はまだ元気です、はい。ということでね、もう排水の陣もいいとこですよ。後ろは崖っぷち、スラムダンク湘北のマネージャーの綾子さんの達筆な崖っぷちというね掛け軸は置いといてですね、泣き言言っても死の子の言ってもしょうがないので、やるだけのことはやります。だから今後は一切の羞恥心を全部捨てて、周りに迷惑をかけない程度に面白くて刺激的な動画を作っていこうと思っていますので、ということで黒毛和牛食べていいですか？ずっと食べたかった。自分の脳みその右脳では、あーちゃんと真面目な話を語弊ないように伝えなきゃっていう気持ちと、一方で左脳では黒毛和牛早く食べたいんだけど急いでくれんっていうのがね、もうずっと拳でしててね、もうやりたかったんで早速食べていきたいと思います。ちゃっかめで、しかもね実はね皆さんにもちょこちょこ言ってるんで分かる人もいるかもしれないんですけど、貯金もない上でやめてきちゃったんですよ。貯金ない貯金ない。上に調子乗って12月の収益が過去最高額だったので、30万円のカメラを買わせていただきました。そしたらですね、見事に今月びっくりするぐらい収益が下がっております。あーピンチピンチ。私が大丈夫、みんながいるから頑張れる。そういきます。見てこれめっちゃすごくない？黒毛和牛のステーキでございます。いきます。誰も俺を止めることはできないぜ。いやー焼肉屋のバイトでね黒毛和牛もね何度か配膳させていただきましたよ。その度にうわうまそう、何これってずっと思ってましたからね、はい。やっとこれが叶ったということでね、夢は思い続けてれば叶うなんてね、寒いこと言ってんじゃねえよクソったら。やだー、あーいいかな、こういうのはミディアムって習ったような気がする。まあ、実質配膳しかしてないから焼き加減とかあんまうろ覚えなんだけど。でも塩吹いた、塩吹いたじゃない、霜降ったお肉は表面をさっと焼いて焼きすぎないようにしてくださいっていうのは覚えてる。岩塩だよこれ、シンプルに岩塩しか勝たん。
いきます。ジングルさんしちゃってやばい。黒毛和牛ドーン。いきます。初黒毛和牛。油のアクアラグナ、すごい、わさびちょこっと、おこおこ、こいつ油がやばい。もうやばいっす。こんな美味しい肉が 100g1000 円なのは納得しますよ、そりゃ。鶏胸肉なんてね、 100g3、40円でしょ。鶏胸肉買った方がいいかもしれん。食べるラー油かけちゃってみてね。あとはもうシンプルに焼肉のタレに沈めて。うわ、もう当分食べれんだろうな。じゃあ最後の黒毛和牛別れの回です。肉焼く時の直箸はマジで推奨しません。なんならやんないでください。私は特殊な訓練受けていないので、多分明日お腹壊します。はい、ちょっとタレが染み込んだご飯がうまい。でその上にかけちゃうっていうね、暴挙ですよ、暴挙。これは豆板醤。油味噌ちょこんと。ミスジって美味しいね。よしが、ミスジってどこの部位かが分かんないまだ。で俺が一番好きな部位はハラミなんです。あ、口に浮かんだ。言って俺、そっちの焼肉屋さんの肉食べたことないわけさ、いつも。味見で食べてたキムチしか食べたことないから。だからそこのキムチマジで美味しいわけさ。これはね、一人焼肉だからね、これしかできんけどさ、どこの焼肉屋さんで粉チー出すとこあんねんで。粉チー、キラヨシカゲに爆破されたのはシゲチーということでですね、粉チーズ、合わない。やっぱなんだかんだってチキンが一番好きかも。最後はせせりみすじとオンザライジング。死に最高だった、マジで。やっぱ俺焼肉好きやっさ。ということで、生活費が賄えなくなったら、もしかしたらまたバイトに戻るかもしれませんので、その時はよろしくお願いいたしますと店長にお伝えくださいませ。ごちそうさまでした。うわ、お腹いっぱい。